から知らせがあった。ポルナレフの意識が戻ったらしい。早く行ってやろう。ああ、どうかしたのか。いや、何でもね。見つけたぞ、スタープラチナの空城丈太郎。あのお方が始末しろとおっしゃるのも無理はない。強力無比なスタンドを操る男、所詮私たちのスタンドの敵ではない。フランス国営航空92便パリ行きのお客様は18番ゲートへお急ぎください。どうしてもフランスに帰るのか。もう身内はいないんじゃろう。よかったらわしの家のあるニューヨークに来い。ジョースターさん、身内はいなくてもフランスは俺の祖国なんです。故郷には思い出がある。何かあったら呼んでください。寂しくなるな。辛いことがたくさんあったが、みんながいた。そうだな。それじゃあな、しみったれたじいさん、長生きしろよ。そしてそのケチな孫よ、俺のこと忘れるなよ。また会おう。わしのことが嫌いじゃなけりゃな、マヌケズラ。忘れたくてもそんなキャラクターしてねえぜ、てめえはよ。元気でな。アバよ。いた、見つけた。あ、うん。そのガタイ二人とも、ジジイの知り合いか。いや、知らん。確かにわしはジョースターじゃが。おっと失礼、俺の名はジョースターさん、ジョータロー。ポルナレフ、どうしたんじゃ、その怪我は。敵だ。え？な、え？ど、敵だと言ってるだろうが。マジシャンズレッド。アブドゥル、イギー、お前たちは死。状況がよく飲み込めんが、無関係の人間を大勢巻き込む。なんてこった、こうしちゃやれねやれやれ、ポルナルフ。知らねえよ、フランス行きの便。
まだ逃げるのか。いや、ここで迎え撃つ。逃がさ。あのお方に害なす愚か者ども。このも。あのお方。お前アブドゥルなのか。下がってろジジ。何が起きてるのかさっぱりわからんが、奴らの殺気が本物ってこと。ジョースターさん、アブドゥルとイギーは俺のために死んだんだ。てめえらみてえな偽物はぶった切ってやる。てめえら何者なんだ。あのお方の邪魔になる者は消す。オープンだゲーム。クソ！
この炎と砂の感触はまさか。やれやれだぜ、てめえら。